激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間は日本対北海道コンサドーレ札幌、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。ピッチとスタンドの距離が近く、アウェーを戦う対戦相手、ホームサポーターの強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。ここから打った、今のは惜しいシーン、シュートは枠を捉えきれません。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。日本カウンターから危ない場面を作られてしまいました。そうですね、相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。さあ右へ預けて、いや少しいい形になりかけたんですけどね。北澤さん、この試合ライカールトが出場しています。そうですね、攻守両方でこの選手が鍵となると思うんですよね。足元の技術も身体能力も高い上にお手持ち能的な選手ですからね。はい、今日はどんなプレーを見せてくれるんでしょうか。対応します。スピードアップしたいですよ。ここはこのボールをカットします。これは合いません。ビエラ裏へ届くか、いいボール入りますよ。アラウホ、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだわからないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですね。シャビアロンソから浮き玉のパス、ロナウジーニョ。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。スルーパスを狙う、おっといいボールでしょ。メッシ中折り返した、そのままキーパーが抑えました。奪います、ロナウジーニョからファンバッセン、ファンバッセン隙あらばシュートを狙ってくるというシーンでした。相手の素早いカウンターでしたが、なんとかしのぎました。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。ロナウジーニョへのボール、いい形じゃないですか。アラウホから縦に長いボール、メッシスピード上がってきますよ。
ここでフェイント。さあ左へ預けて、組み立てながら攻め上がっていく。これはチャンスだ。ビエラ、ライカールドへ、レオン。日本カウンターを仕掛けます。サイドのスペースへ走らせる。メッシー、素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。いや、やっぱりオーラというか止めてしまう雰囲気がありますよね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。ウリットへ、ミドル、シュマイケル。いやー、これ褒めるべきは守護神ですよね。今の止めちゃうんですからね。いや、これはカウンターのチャンスですね。ここでロナウジ、パスでつないで攻め込んでいきます。パスをつなぎます。拾いたい、さらにいった。いやー、オンサボール先制。ロンバースデー、2世紀号初ゴール、新しい歴史の1ページを開きます。今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。そうですね、良い守備から良い攻撃という言葉を表現したようなゴールでしたよね。奪ってからの攻撃もスムーズでしたし、カウンターの狙いが、シュート、セーフのセーブ、これも止めてきます。キーパーの活躍が目立ってますね。大きなピンチでしたがチームを救いました。つながります、マルディーニ、これはいい守備です。グリッド、裏へのスルーパス、チェック厳しい、ここは奪います。来たか、フリーで受けた、シュート、おっと押し込んでくる、追加点、コンサドール連続ゴール、一気に畳みかけます。メッシ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。キーパーからのこぼれ球をイメージできてたんでしょうね。こういう一瞬の判断をとっさにできるのが素晴らしいですよね。さあ札幌、得点を重ね2対0という展開。いや、止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、There will be one minute added time. さあ持っていく、アラウホ、流れを止めます。エトーからレオン、素早いパスで攻め上がっていきます。そして今前半終了の笛が吹かれました。しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね。後半期待したいですね。日本対北海道コンサドーレ札幌、札幌が2点を先取して折り返します。それではセカンドハーフ見ていきましょう。アラウホ、ここはカットします。ロナウジーニョ、もう一度裏を狙う、シャビアロンソからルンメニエ、いいですよ、ポジション切り替え、ここは競り勝ちます。ロナウジーニョ、お、これいいですよ、いけるか、スルーパス、今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですよね。シュート、決まった、追加点、コンサドーレ、これで3ゴール差になります。ファンバッセン、技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。彼らしい体の強さとうまさを見せたゴールですよね。しっかり決めきってしまいますからね。シュート、ハット、
ここは守備の対応。これはファールの判定。注意に終わりました。札幌はベンチに動きがあります。スペースに出す。グラムからエンバペ。このマッチアップどうなる。スペースへ。グラムからのロングフィード。あー、いいボールだ。ここからカウンター早いでしょ。ここはつながりません。札幌としては後半の入り方は非常に良かったと思いますね。こういったいい時間帯に追加点を取りに行きたいというところでしょうね。フリットここ来ましたよ。スペースを使う。これをオフサイドはない。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。札幌としては得点差を考えても慌てる必要はないですよね。不用意なミスで流れを相手に渡さないように気をつけたいところですよね。シュート。うん、決められなかったか。中央奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。日本カウンターを食らいましたが危なかったですね。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。日本はメンバーチェンジがあるようです。彼はドリブルが速いですからね。チームは彼のスピードを生かしたスタイルに切り替える必要があるでしょうね。裏のスペースを狙う。自分で行く。テュラム、これはいいディフェンス。絶対に失点できない場面ですからね。頼りになりますよね。この位置で受ける。抜けてくる。エンバペ来た。チャンスだ。上げてくる。ディフェンス、これを読んでいた。スペースを狙う。日本カウンターを仕掛けていきます。ビエラからロナウジーニョ。さあ一気にカウンター。レオンが受ける。いや、この辺の攻防は非常に見応えありますよね。スペースへ。日本としては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、攻撃パターンを変えていくっていうのもいいと思うんですけどね。ネイマール、スルーパスを出す。アラウホ、ここは読んでいました。さあカウンターを仕掛けます。札幌はまだメンバーチェンジの枠を残している状況です。レオンからルンメニゲ。ここも固い守りでボールを奪います。スペースに出す。さあフリーだ。エンバペ、富安、このボールをカットします。シャビアロンソからレオン。いけるか。レオン、ネイマールに渡る。シュート。いやー、追加点。コンサドール、全く手を緩めません。フリット、枠のギリギリを狙って。